エイベックスマネジメント学園。今回の学園は5人組ダンス&ボーカルグループダイスのボーカル花村聡太が部長を務めるエイベックス納豆部。どうも、好きな納豆はおはよう納豆の超細かい刻み納豆、納豆部部長花村聡太です。どうも、好きな納豆は高菜フーズのネバウマ影餅王こと俳優のたけしなおです。どうも、好きな食べ物はもう久々だからちょっと間違えた。好きな納豆は、納豆部の2人と食べる納豆です。俳優の伊沢駅です。よろしくお願いします。オッスユーレブイン。オッスユーレブイン。確かに参加できませんでしたけども、はい、決してね、この納豆部というものを忘れてたわけではございません。あ、そう。なぜならば、はいはい、私、納豆部参加できなかった間、はい、あることをしてきました。何よ。何何何。じゃん、自家製納豆作ってきました。えぇ、ー、いや、A でしょ。A でしょ。ほんまに言ってる。いや、ほんとに一から作ったと。一から納豆菌を水に混ぜて、その水を溶かして、そっからやりましたよ。自宅で。自宅で一人で40時間かけて。マジで。マジで2日かかってんじゃん。2日かかる。舞台などで最近部活に参加できなかった伊沢、ということで今回納豆愛を再アピールするために納豆菌や大豆などを購入し自家製納豆を製造。果たしてそのお味は。お、粘り気は。あー、なんなのその乗り気じゃない感じ。粘り気あるんだけど、なんだろう、こんなに粘り気ない納豆初めてってぐらい粘り気がない。ちょっと行ってみてください。行って行って行って。どうです。まずくはないでしょ。そりゃ市販の方がうまいよ。うまいよ。愛は伝わった。愛は伝わったよね。愛は伝わった。なんかすごく愛が入ってる。これ40時間僕は舞台の稽古今してます。ミュージカルの稽古、はいはい、ね、最初15時間これをね作ってから、この保冷バッグみたいなのあるでしょ、銀色のあれに入れて北海道敷き詰めて、でこの蓋の上に北海道貼って、でタオル引いて15時間。40時間かけて作った自家製納豆。しかし、たけしのリアクションが悪く、製造の苦労を熱弁しだした伊沢。部長、空気を読んで味見をお願いします。うん、まずくはないでしょ。うん、でしょ。うん、言って言って。甘くない。2豆。そういうこと。この他にも納豆菌を使って生キャラメルやハッピーターンで変わり種レシピに挑戦した伊沢、その模様はテキスト記事にて掲載していますので、 ABEX マネジメントの公式ホームページにてチェックしてみてください。それでは部長、今回の本題へ参りましょう。1万人を突破したと言われて、プロフィールにね、なんか募集したところですよ、うん、たくさんのアイデアを送っていただいたので、皆さん本当にこうありがとうっていう気持ちを込め、はい、うん、皆さんもありがとう言ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ本当いろいろ面白いのがありまして、例えば、まあ、オリジナル納豆を作ってくれっていうのはまあ結構あるじゃないですか、うん、はいはいはい、グッズを作ってほしいとか、はい、そんな中でも多かったのがですね、前回僕が提案したこう納豆部のキャラクターを作るっていう、うん、それが多かったんですよ、すごく、はいはい、で実際僕はまあ正式にお願いしたわけではないんですけど、うん、たくさん送ってくださいまして、お、ありがとうございます。SNS 部員1万人突破記念スペシャル企画案を現在募集中の納豆部。花村部長も企画案としてオリジナルキャラクター制作を提案。すると多くの SNS 部員がキャラクター案をツイート。ということで部長からある提案が。こんな来てるので、うん、改めてね、はい、募集しようかなと思うんですよ、この納豆部のキャラクターっていうのを、はい、ちゃんとかわいい、ちゃんと募集して、あの絞り込んで納豆部キャラ総選挙というのをやりまして、納豆キャラ総選挙、はい、それで1位になったものを、はい、納豆部の公式キャラクターにしたいなと、なるほど、思っておるわけです。
そう、スペシャル企画とは別に ABEX 納豆部キャラクター総選挙を開催。送っていただくのに対してですね、はいはい、応募規約というものがこうありまして、はい、そう、応募規約っていうのはなかなかちょっとこう言葉が難しかったりとか、うん、なかなかこう耳にね入ってきづらいので、たけし君が応募規約劇場ということで。おいしいなぁどんどん生まれるじゃん。なっちゃん劇場ですよね。違うよ。違います。応募規約劇場で、もし僕がね完璧にやるとするじゃないですか、うん、はいはい。ああなるほどね。僕の思った通りのね、はい、うん、そしたら共演 NG なしにしてください。二人でね、はい、二人での共演 NG。 すごいね、今残酷な会話が広げられてるね。まあそれとこれとは話は別かなとは思ってたけど、まあでもそこまで言うなら考えますよじゃあもうマジでやります。俺マジでやってください。もう一肌脱ぎますよ、うん、SNS 部員の皆様からキャラクター案を応募していただくために大事な確認事項を、ただいまより竹下直樹となっちゃんが応募規約劇場として説明いたします。全3話用意スタート。なあ全然書けないな、どうしよう。あ、そうだ、え、これめっちゃええやん。え、なんで関西弁、なんで関西弁。あかん、これはこれはめっちゃええわ。これもうこれ、これはい、丸パクリえ、なちゃんこれダメなの。まあ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 、わかりやすいよ。わかりやすい。はい、はい、いきます。くそーなんで選ばれなかったんだよ。おいおいおい、自信作だったのにさめっちゃ頑張って帰ったのにだいぶ噛んでる。だいぶ噛んでる。よし、データ戻ってきたら全部他のところに出しちゃう。え、なっちゃんこれ戻ってこないの。最終回ですね。いきます、うん、あ、なっちゃん俺伝えたいことが、いや伝えなくちゃいけないことが、あーやっぱ無理だ、はあ、絶対俺に言えねえよ。頑張れ。いや無理だよ。いけるよ。え、なっちゃんなんだって。詳細はテキストの方で伝えてくれるって。最後思いっきりカンペ見たよSNS 部員の皆さん、 ABEX マネジメントの公式ホームページに掲載されている応募規約に同意の上、応募専用のメールアドレスもしくは納豆部公式ツイッター宛てにダイレクトメッセージでキャラクターデザイン案を送ってください。これまでに送ってきてくれた SNS 部員の皆様も改めて応募規約に同意の上再度送り直してください。ご応募お待ちしております。では部長、二人の共演 NG は解除ということでよろしいですね。いやもう甘噛みしまくってたかもしれないやばかったよ。甘噛みしてましたね。いやいやいや、全部で3話は結構きつかったね。長い。いやでもやっぱ気合が入ってたんで、はい、許します。え、マジっすか、はい、解除解除マジっすか。じゃあ今度共演 NG にすればいいじゃん。え、今度共演 NG にすればいいじゃん。するおい絶対するすなまた次回バイバーイ。バイバーイ。またね。SNS 部員1万人突破記念スペシャル企画案も引き続き募集中。皆様のアイデアお待ちしております。次回の ABEX マネジメント学園は、納豆部 SNS 部員1万人突破を記念して花村部長熱演納豆劇場大公開。事務所 NG でお楽しみに。